お金は昨日ちょっと遅くなっちゃってさ。何遠慮してんだよお前。水路買ってやれよ。お金もないくせに小遣いなんかあげちゃってさ。そんな一生懸命父親になろうとするならなんで一緒に寝る時に息子さ。そんなに好きだったんですか。当たり前だろ。家族です。何しんみりしてんのよ。すいませんね。 会社なしの息子で。幸せってのはね、何かを諦めないと手にできないもんなのよ。来るって？これから台風だっていうのに。慣れた？慣れた？パパはまだ慣れてない。 つかないんだけどね。なんかの役には立ってんのよ。